ない、なんかセンサーで反応してほしいもん、こんなに車来てるからこっちに来たけど。信号長い。信号長いね。Take the next right onto River Road.うん、効果あるからね。あ、ここ効果が出てる。どっか見たらナスビしか見えない。なんでナスビ？ナスビ？だから明日中行ってください。パパたちの愛のスポットはどういうスポットかな。すごい、ここで今日はキャンプします。なんかすごい大きい雲の巣。ほんと大きい雲の巣あるね。行ってみようかもっと。あ、ちょうどあれだね、テーブルとベンチもある。よかった。あ、蝶々来たね。いいやん、いいやん。取って、蝶々。センターやっぱここだよな。あ、そうちゃう？ここにテントあると思う。あ、逃げた。体は乾かす。こっち？どっち？ウキウキだね、これ。うん、じゃあ合ってるね、道ね、うん、左曲がってよかった。ゆったりした。うん、よっしゃ、これと、ここら辺浅いから。川浅い、ここら辺ね。でもここ降りるの大変そう。こっち、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 知ってるよ。こっち側の方がいいね、うん、いってらっしゃい。はじめちょっと急だから。そうだね。冷たい。冷たい？冷たい。気持ちいい。あ、だけどちょっと離れて。お、冷たい。泳げるん、これ。すごいな。泳げる。泳げはしないかも。足で水出す。ゆっくり深く。で、泳いでる子もいるね。泳いでる。流れめっちゃ綺麗。パパ好き、この流れ。体ゆっくり入れてるから。だから、明日は気を持ってきたら、向こうから帰ってくる。感じれない。だって、明日は気を持ってこようね。パパ、これ見て。はい。流れがすごいね、ここね。綺麗。なんか人工的な流れみたい。なんかジェリーみたい。ねえ、すごいね。足が、足行っちゃう。ねえ、流れがあるからね。ちょっと深いから気をつけ、そっち。冷たい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 。見ろ、風に吹くかも。慣らしてきたけど、冷たい。出たら冷たい、逆に。なんか泳げるのになんか浅すぎる。ドロクで